ザート主催、This is the Fact ツアー2024が10月5日の名古屋公演を皮切りに11月15日の東京公演まで東名阪3カ所3公演で開催される。同ツアーはデザートが対バン相手の地元に打ち入るべく、名古屋ダイヤモンドホールに、リンチ、大阪ビッグキャットに、サディ、ゼップ新宿に、ムックを迎えて行われるものだ。2017年1月29日に、新木場スタジオコーストで行われた、デザートプレゼンツ、This is the Fact、開催前の2デザートの千秋は、コンセプトとしては、This is the Fact イコールここ以外ビジュアル系じゃないっていう、ものと語っていた。当時は、武道館を経た先輩バンド3組と武道館を目指す、同年代バンド3組、計6組からなるイベントだったが、7年半が経過した。今、デザートは、年末に、武道館、ワンマンを控えていることに加え、ビジュアルシーンには、当時からの変化が見られる。バークスでは、首謀者の千秋をホストに、サディから、マオ、ムックから達郎を迎えて、それぞれ対談を実施した。その第2弾はマオ。2015年9月のゼップ東京公演を最後に、活動休止したサディは、2023年に、活動再開。8年ぶり復活後、一発目となる、セルフカバーアルバム、ザ・リバイバル・オブ・サドネス。リリース時に千秋は、祝福のコメントと同時に自身が高校生時代に見た、初ライブが、大阪ミューズでのイベントだったことを明かしている。表紙に、出会いや当時から現在までのビジュアルシーン、ボーカルスタイルついて聞いた、トークセッションを、お届けしたい。バンド人生が始まるきっかけ青春のストーリーが回収される。サディ復活の際に熱いコメントを寄稿されていたくらい、千秋さんがサディ大好きというのはファンにも周知の事実ですが、初めてサディのライブを見たのは2007年4月6日の大阪ミューズだそうですね。千秋、そうです。自分で行きたい。とお金を出していった初めてのライブが、そのイベントだったんですよ。サディとリンチとギルガメッシュの3万でしたね。マオ、確か、リンチの霊王さんの仕切りで、3バンド共同で主催したイベントだったと思います。東名阪を回って、東京がギルガメッシュ、名古屋がリンチ、大阪がうちという形で、それぞれの地元で鳥をやる、っていう。ギルガメッシュとリンチは当時よく対バンもさせてもらってましたし、次に表に出るのは俺たちだっていう意思を持ちながら活動してましたね。そんな熱いライブになぜ千秋さんは行ってみようと。千秋、当時うちの学校でビジュアル系が流行っていて CD を貸してくれる人がいたんです。その中にサディのグラッジ・オブ・ソローも入ってたんですよ。そいつはリンチとかギルガメッシュとかにも注目し始めてたから、このライブは熱いぞって言い出して、そいつとバスケ部の同級生、僕バスケ部だったんですよ。その3人で学校帰りに行こうってことになったんです。学校帰りに、千秋、うちの学校が結構進学校で、そろそろ受験勉強が始まるって頃だったから、休みの日に勉強もせずに、ライブに行くなんてできない空気だったんですよ。だから、親に黙って行こう。で、そいつにチケットを取ってもらって、ミューズに突撃したんです。でも、周りのお客さんはほぼ女性だし、そもそも僕、学ランだったから、めっちゃ浮いてて。ギルガメッシュとリンチは一番後ろで見てたんですけど、これだとライブの雰囲気しかわからなくて、正直つまらんなと。傍観するのではなく、自分もライブに参加したい、と思ったんですね。千秋、そう。フィジカルには自信があったし、バスケ部のやつが身長185センチとかだったんで、
こいつを盾にしたら前に行けるんちゃうかと。それでリンチ終わりの転換でお客さんが入れ替わるときに前に突撃したら上手の最前に入れたんです。今考えるともうビジュアル系のルールに全くのっとってないんですけど、かっこ笑い。入ったからには参戦しなあかんということで、人生初のヘッドバンギングをしました。確かサディはオーウエストのワンマンの後でライブ DVD とかもチェックしていたから、曲も結構知ってたんですよ。そうしたら1曲目にアンダーザカオスが来て、うわ、映像の中で見たことをリアルでできてる、これが本物だって興奮して頭振って、それが楽しくて、周りのお姉さんたちも優しかったし、ライブハウスの雰囲気も楽しくて、それまで感じたことのない高揚感を得たんです。あの経験がなかったら俺バンドをやってなかったかもしれない。マオ、いや、すごく嬉しい話ですね。僕も初めて行ったインディーズのライブで味わった高揚感とか、なかなか前に行けなかった感じとか覚えてるんで、すごくよくわかります。千秋、デザート。そこでステージと客席にいた2人が今こうして対談しているのが非常に不思議ですが、実はかなり前に対バンしているんですよね。千秋、はい、当時よく対バンしていた青い主催のイベントか何かが大阪ビッグキャットでありまして、サディいるけど出る？って言われたんです。そりゃあ出るだろうと参加したら、サディは出演1バンド目で終わってすぐに帰られたんですよ。だからろくにご挨拶もできなくて、これはサディ詐欺だって言ったくらいかっこ笑い。なので初めてちゃんと真央さんとお話しさせてもらったのは2016年に当時の雑誌キュアの撮影でお会いした時ですね。僕がサディ好きでルーツにしてるってことを知って、編集部の方がじゃあフォトセッションしてみようかって記事を組んでくださったんです。その時に真央さんは千秋さんのサディへの思いを聞かされたと。真央、そうですね、逆にサディが活動休止する前は全く知らなかったです。千秋、自分で作詞作曲を始めてからは音楽の聴き方が変わってしまって、好きな音楽を聴くというより勉強のために聴くというスタンスになっちゃいましたから、なのでサディをめちゃくちゃ聴くということもなくなりましたし、当時は僕ライブでろくに MC もしないスタイルで SNS とかもほぼしてなかったから言う機会もなかったんです。いつか対バンした時に話すつもりだったのが機会を逃し、そのうちにサディの活動休止が決まって、おいおい、ちょっと早くないかと。マオ、なるほど、かっこ笑い。千秋、だから復活を知った時は何としても対バンを実現させなきゃいけないと思ったんです。だってあの時一緒に見たギルガメッシュとリンチとはもうツーマンしてますからね。サディと対バンすることでようやく僕のバンド人生が始まるきっかけになった青春のストーリーが回収されるというか、サディとの対バンはマストだったんです。ただ期間限定的な復活なのか継続的なものなのかわからないじゃないですか。だからソラ君に突撃させたんですよ。マオ、サディマオ、突撃されましたね、かっこ笑い。ソラ君とはサディが活動休止してからも何回か会う機会があったんです。よくムックの達郎くんが後輩として連れてきてたので、一緒にご飯を食べに行ったりとかもしていて、ただどちらかというと水木くんの方が映像とかデザインとか同じような仕事をしているということで関わりが深かったみたいで、そらくんの突撃も最初は僕じゃなく水木の方に来たんですよ。
ちょっと僕は突撃するのが難しいという感覚があったみたいで、今の話も水木伝いで聞きました。そこからちゃんと真央さんとも会って話がしたいので、どこへでも行きますと言われ、結局空くんが僕の家まで来て、遠路はるばる足を運んでもらったからと僕が手料理を振る舞って、リラックスした中で対バンのお話をいただいたんです。オファーを受けてすぐに受けようと決められたんですか？真央復活にあたり、正直同じようなオファーをたくさん受けてはいたんですけど、僕らも柔軟に動けるスタイルではないので、なかなか答えられない状況ではあったんです。ただ空くんや千秋くんの熱意を受けて、僕も同じ立場なら同じように考えるだろうなと思ったんですね。なので分かったと、この話を実現させようということになりました。千秋、いやもうほぼ脅しみたいな感じだったと思いますよ、かっこ笑い。メンバーも僕の思い入れを知ってるんで、ここはサディしか考えられません。もうサディでイベントの決定出してますくらいの勢いだったはず。読者の方も知っての通り、ライブ会場って1年前くらいから抑えるんですよ。でダメになったら別のイベントを入れたりするんですけど、俺ら武道館前にもうワンマンはやらないことを公言していたんで、サディが OK 出してくれなかった場合、ワンマンに変更することはできなかったんです。しかもビッグキャットって人気の箱だから仮押さえとかできなくて、イベンターからもどうするんですかとせかされて、本当はサディを初めて見た大阪ミューズにしたかったんですけど、そこだとキャパ的にお客さんが入れなくなるんで、サディの返答はまだでも絶対やるんでとビッグキャットで押し切りました。なんと日程と会場までがっちり手配してからオファーしたんですね。千秋、サディのスケジュールだけは事前に空くんに聞いてもらってたんですよ。だから多分めっちゃ催促がいったと思うんです。もちろんサディのメンバーもそれぞれ他の活動もあるじゃないですか。その中で時間を作ってくれて決定したものなので、簡単に決まったイベントではないということは分かってて欲しい。真央、本当に10月20日だけ空いていたんですよね。前日とか翌日、翌々日は別稼働のあるメンバーが何人かいて、でもその日だけは5人とも台が空いていた。もちろんデザート側の熱意はメンバーにも全部話したんですよ。大人を使ってとかじゃなく、本人がちゃんと直談判してきたって、それはメンバーみんな喜んでいましたし、だったら答えてあげようというのは5人全員の総意だったんです。